今は確か自転車はもう全部無料になったんだよ。昔は確か全部抜けると350円ぐらい取られたんだけど、そうそう、あの宿のサイクリングプランについてたんですよね昔は。
これを降りていけば向こう側に行けそうだから、あそこから降りるんじゃないかな、多分。こっち側にはエレベーターなさそうですね。行くんだったら多分あれなんですよ、きっと。どうする、降りる？まあ余裕を作るためにここはスルーします。どうせまた次であるし。ではThank you.
広さん展望公園まで 5.9。